茂原公園は千葉県茂原市にある都市公園である。広場、遊び場等施設のほか、バイエニア茂原市立美術館、郷土市場館等もある。園内には約2850本の桜が植えられており、桜の名所100選、房総の魅力500選に選定されている。茂原市役所にもほど近く、標高20メートルから50メートルの起伏を生かし、 弁天皇を中心に遊歩道、遊具広場、多目的広場、野外ステージ、展望デッキ、展望広場、梅園などが設けられ、茂原市の死の木である筒ツ子ツも植栽されている。園内には、春の桜をはじめ梅、紫陽花、もみじ等の四季を通じて楽しめる、様々な樹木が植えられており、憩いの場、自然との触れ合いの場として親しまれている。子供の遊び場や遊具が多く、 1> 第1広場には、複合遊具、ターツアンロープ等、子供広場には、グローブジャングル、ブランコ等多数の遊具が設置されている。第2広場には芝生、野外ステージがあり、隣接している梅園には、白梅、赤梅が植えられている。一般財団法人日本桜の改善定の日本、桜名所100選に選ばれており、例年3月下旬4月上旬には、 小原桜祭りを開催している。弁天湖に浮かぶ弁天堂と周囲を中心に、ソメイヨシの約2350本ほか、山桜、里桜など、様々な種類の桜が合計約2650本植えられており、開花を迎える。期間中、太鼓や阿波踊りなど各種イベントが楽しめ、地元特産品の販売も行っている。また、夜間には、 ライトアップも実施される。園内にある道標山の山頂からは、公園内、茂原市内、東九十九里浜まで眺望する。弁天池にある茂原別在店は、当時の茂原町の有志が中心となって1918年に創建した別在店である。公園内には、茂原市立美術館、郷土資料館もあり、郷土ゆかりの作家作品を収集対象。 展示を行っている。広場の周りには桜をはじめ、椿、プラタナス、ポプラ、メタセコイアといった大きな木が植栽されている。子供広場や遊具が多く設置されている。第二広場には芝生、野外ステージがある。水飲み場、シェルター、ベンチ等が設置されている。隣接して、あずと梅園があり、白梅、赤梅が植えられている。奥には、 郷土ゆかりの作家作品を収集対象、展示を行っている、茂原市立美術館、郷土資料館がある。子供たちの遊ぶスペースとして、多数の遊具が設置されている。休憩スペースとして、水飲み場、ベンチが設置されている。主な遊具、施設として一家がある。茂原公園内には、一周約1キロメートルの外周縁路があり、 ランニングウォーキング等を楽しむことができる。散策道は公園の北側、南側に設置されており、道標山の起伏に沿って階段や坂道になっている。北側にある散策道を進み、道標山の山頂からは公園内、茂原市内、遠く九十九里浜まで眺望する。また、山頂には赤い展望台が存在した。障害者対応駐車場あり。 車椅子対応スロープあり、手すり付き便器あり、多目的トイレあり鉄道バス JR、茂原駅から、バスで約7分、西町停留所より徒歩で、約10分高速道路一般道路駐車場、茂原公園千葉県茂原市の公式サイトへようこそ。w w w c i t y m o b r a h i b a j p 2 0 1 9年3月15日閲覧。朝日新聞デジタル。 モバラ桜まつりイベント情報地域 www.asachi.com2019 年3月15日閲覧モバラ公園日本旅マガジン2019年3月15日閲覧モバラ市立美術館郷土資料館を知らせ千葉県モバラ市の公式サイトへようこそ www.city.mora.chiba.jp 2019年3月15日閲覧。もばら公園 h t t p w w w c i t y m o b a r a c h b a j p c m s f i l e s c o n t e n t ュ0 0 0 0 1 1 5 5 4 m o b a r a k a n b a n p d f 地和県観光物産協会。もばら公園。 丸ごと E い,い千葉千葉健康式観光物産サイト2019年3月15日閲覧ありがとうございます。